インタビュー撮りたいと思います。はい、どこ見たらいいんですか。ま、この辺、この辺、うん、お店の名前とお名前お願いします。もしも彼女が〇〇だったらのモアです。このお店の名前面白いですよね。はい、もしも彼女が〇〇だったら、はい、それは〇〇はやっぱりそのいろいろ選べ、そうです、でいろいろなコンセプトで遊べるってことですよね。そうです。働いて4ヶ月ぐらい。そうです。どういう彼女役が多いですか。でも私は大体優しい、思いやり、はい、甘えん坊がいつもつきますね。あ、そういうのを要求されます。はい、でも見合いそうですね。あ、本当ですか。結構あのいろいろ役決めてカップルでもなんかプレイするカップル多いんですけど、はい、それって結構でもなんかその集中してやらないと恥ずかしいじゃないですか。はい、すごいですね。楽しんでます。うん、このお店を選んだ理由って何か関係ありますか。いろいろ楽しいから。あ、そうですね、このお店はあの人気があるから。もう人気の店なんですよ。はい、はい、で、まあ、コスプレをいつも着れたりするし、うん、はい、仕事が楽しめるなと思ってここのお店にしました、ね。そうだったんですね。きっかけはお店の場所もかなりいいですよね。はい、渡ってすぐ。お店の営業時間は何時か。朝の6時から。朝6時。はい、なんか普通は8時とかじゃないですか。普通はそうなんですけど、マシカノは朝の6時から夜中の12時まで。へー、朝6時だと女の子何人ぐらい働いてるんですかね。多分 3、4 人とかいるので、うん、わー、下来よ。してください。おすすめの遊び方とかありますか。でももう自分の欲望というか、はい、その彼女に求めたいことを、はい、もうストレートに伝えてくれて、はい、それを女の子がイメージしてするので、うん、はい、もう自分の好きなタイプじゃないけど、はい、そういうのを全部伝えてくれると、はい、多分満足できると思います。男ってやっぱり彼女にいろいろされたい人多いのかな。どうなんやろ、したい人の方が多いかな。攻めたい人はどういう攻め方が。でも優しくなんかでどんどん濃くなるみたいな感じかな。僕みたいにもう何でもいいですよって人もいます。あ、全然います。どういうの好きですか。基本は M なので、はい、攻められるのも好きやし、でも攻めるのも好きやし。あら。優しそうな雰囲気でけど多分変態だなと思って。モアさんはどういうフェチですか。血管とか。おー、まあ、そう、男の血管好きですか。うん、おー、血管フェチで、どういうですか。でも求め合いたい。求め合いたい。じゃあ、じゃあもそうやし、はい、濃いのがいいですね。濃いのがいいんだ。この店で働いて、どうですか。ちょっとまだ短いんですけど、振り返ってみたら。でも楽しいです。いつも充実してます、毎日が。おー、めっちゃいいですね。はい、どれぐらい勤務してます。週3、4とか。あとこのお店で働いて良かった点。このお店で働いて良かった点は素敵な人に出会える。どういうお客さんが好きですか。でも優しくて、優しくて、でモアのことを大切にしてくれる人。おお、それ大事ですね、優しいと。ちょっと苦手なお客さんはどういう人が苦手ですか。上から来るというか。ああ、そうなんだ。ちょっとそうですね。あとここ何分から何分まであるんですか。その何分まで頼めます。最大は多分何時間でも行けます。最短は、40分。あ、初めてのお客さんだったら40分で、はい、40、60、80、100、120みたいな感じ。最大は何分までやったことあります。7、8時間くらい。どういうスタイルの人が多いですか、キャストさん。可愛い人多いです。みんな可愛い。可愛い系、綺麗系、結構なんでもっていうかいます。身長高い。あと最後の変な質問、はい、なんで今日私のチャンネルに出演 OK してくれたんですか。出たかったから。あ、ですか。あ、なるほど、ありがとうございました。ありがとうございます。インタビューが終わりまして、でもインタビューだけだと韓国の人がちょっと悲しむので、はい、インタビューの終わりに何か入れたいなと思ってまして。一番好きな何ですか。一番好きなタイは